ハロルド・ジェニコルソンハロルド・ジェームズ・ニコルソンは元アメリカ中央情報局幹部。米国の情報をロシアに18万ドルで売り渡した県で1997年に有罪判決を受け懲役23年を宣告された。CIA の幹部たちは彼がロシアにいたすべての米国側スパイの身元を売り渡したと確信している。彼の場合はオルドリッチ・エームズより はるかに控えた報道となり、米国の国家安全保障に対して明らかに程度の軽い損害を起こしたが、ニコルソンはこれまで外国のためにスパイを行って有罪判決を下された人物の中で最高位の CIA 幹部である。ニコルソンは陸軍情報部に勤めた後で CIA に入局し、フィリピン、タイ、東京、マレーシア、ルーマニアなどの支局に勤務し、 さらに本国の訓練センターで更新を指導した。金遣いが荒く、三人の子を設けた妻との夫婦関係も破綻して、金銭的な困難に直面した。FBI は、1992年から1994年の間、マレーシア勤務の間にロシアのスパイとなったとみている。ロシアに主治の機密情報を通算30万ドルで売り渡した。彼の犯罪は、 FBI と CIA の共同捜査により発覚した。服役中、面会に来た末息子のナサニエルを使って、ロシアに情報を提供し、代償として4万7千ドル以上を受け取ったことが明らかになった。ナサニエルは、サンフランシスコ、メキシコ、キプロスなどで、ロシアのスパイと接触した。このためにニコルソンは、追起訴を受け、さらに八年の懲役が追加された。 なおナオナ・サニエルは、司法取引の結果、5年間の執行猶予を宣告された。ニコルソンは2024年に釈放予定である。米国政府あるいは、米軍内部で、ソ連国家保安委員会あるいは、ロシア対外情報庁のために二重スパイを行った、者には他にも、以下の人物がいる。ありがとうございます。